今日学習するのは、角速度、周期と周波数の関係式、瞬時値の基本式について学習していきます瞬時値について学習しますここに交流電源があるとします交流電源で発生する電圧電流は、常に方向と大きさが変化します ある瞬間における電圧電流の大きさがいくらかを示すのが瞬時値です今日は瞬時値をどのように表すかを学習していきますここに円があります青い棒線がここにあったとしてこれが左回り半時計回りに回転するとします例えばこのような状態になった時縦の成分を赤い矢印で表しましたこれが 電圧電流の方向と大きさを示します。これがさらに回転すると、赤い矢印は変化していきます。こんな感じです。青い棒線ここまで回転しました。そうすると縦の成分、これが電圧電流の大きさ、方向を表すと。このような感じで、青い矢印は絶えず大きさと方向が変化します。ではここで、ですね、この青い棒線が何ラジアン回転したかというのを考えていきます。 つまりこの角ですこの角が何ラジアン回転したかまず角の動く速さですね回転する速さをちょっと考えてみるんですがそれはですね角速度オメガラジアンパー秒というこのオメガという文字で表すことができますこれは1秒で何ラジアン回転したかとといいううのがオメガという意味になりますでは t 秒経ったら何ラジアン回転するかというとまあ単純に t をかければいいだけ。 つまりオメガ、t、ラジアン回転したとそうするとここの角はオメィ t ラジアンと表すことができるところでこのオメガなんですがオメガは 2πf という式で表すことができる f というのはですね周波数 fhz を指します hz というのは hz と書いて hz と呼びますこの f というのはですねこの青い棒線が 1>, 1秒で何回転するかという回転数を表しておりますそしてさらに周期 t 周期 t は1 f 分の1という式で計算することができる t の単位は秒ですこれは t というのは何かというとこの青い棒線1回転するのに何秒かかるかというのが t ですつまり1回転で t 秒時間がかかるということを表しておりますこれらは重要な公式ですのでこれぜひ暗記してください ではこここでですね、この青い棒線がこのような状態の時に電圧や電流の大きさはどうなっているかについて調べてみます。今回はですね電圧だけについて考えていきます。電圧や電流はあの変化の仕方は同じですのであの電圧について理解できれば電流も理解できますのでなので電圧だけについて考えてみます。こののの赤線の矢印が電圧の大きさになる。じゃあこの電圧の大きさはいくつかと考えますと。 ここに直角三角形が出来上がるこれちょっと上の方にね表示させます。このような状態です。つまりこの縦線の部分ですね。これが電圧の大きさとなります。この斜め線が電圧の最大値になります。電圧の最大値 Vm と表しておきました。この長さというのは結局この円の半径の長さと同じですね。この長さよりは大きくなりませんよね。だからこれが最大値となります。はい。そうするとこの縦線はというと。 Vmsinωt という式で表すこ,とができるこの式というのは t 秒後の電圧を表しますこれはもう瞬時値の基本中の基本の式になりますので必ず覚えてくださいこれが電圧 vt の式になりますこれが基本中の基本の式になります先ほども申し上げましたがこれは暗記事項ですので必ず覚えてくださいではこれをですねグラフで表してみようと思います横軸をラジアン で縦軸を電圧としますサインのグラフなのでこのような曲線の状態になるとではこの横軸とですねこのグラフの交点 π と 2π となりますねここから大きくなって減っていって0に戻るこれで先ほどの円1回転分に相当すると考えてくださいこの式のですねサインオメガ t の係数 vm がかかってますよねこの vm がグラフの最大値 vm-vm 最大値最小値に当たります。こういう状態です。このオメィ t からですねシータの角度を引くと、はい、これマイナスだった場合ねマイナスシータ、マイナスならば遅れ位相を表しますこれグラフにしますとどうなるかというとこのような状態です。ね。遅れっていうからなんとなくですねこう左側に書きたくなるんですけどもこっち右側ですプラス側にこう移動させてください。ね こうマイナスだからなんとなくね、マイナス側に移動させたいあのイメージがあるんですけどもね、逆ですので注意してください。マイナスなら遅れ位相で、グラフは右側にずらします。では、オメガ t にですね、シータをプラスしたらどうなるかというと、プラスなら進み位相です。これグラフで表すとどうなるかと言いますと、このグラフ、左側にずらします。マイナス側にずらすと。これね、先ほどと同じで、これプラスと書いてあるからなんとなくですね、 右側プラス側にずらすようなイメージ持っちゃうんですけども逆ですので左側です進みそうは左側にずらしますということで、はい、ここで覚えてほしいのがですねこの式を見た時にこのプラスマイナスで判断してほしいんですけどもグラフを左右のどちらにずらすのかというのをね判断できるようにしてくださいでいそうは遅れなのか隅なのかを区別できるようにしてくださいねこのプラスマイナスでね逆にならないようにしてくださいね 電圧 Vt Vm イイコール v m サインオメガ、t、この電圧をかけたとして電流はどうなるかまずコイルに電圧をかけたら電流は2分の π 遅れいそうになります。ということで式は im サインオメガ t マイナス2分の π と2分の π 遅れいそうなのでマイナス2分の π となりますこの im というのは電流の最大値ですここでですね サイン、かっこシータマイナス二分のパイ、イコールマイナスコサインシータとなります。こういう式が成り立ちます。これはですね。高校数学で習った。加法定理を使って、こういう状態になります。では、この式の変形を使うと、この I. T. の式どうなるかというと。イコールマイナス I. M. コサインオメガテ T. と。このような式にも変形できます。 ではコンデンサに電圧をかけたらどうなるかというのを考えてみます。はい電圧は Vt イコール Vm サインオメガ T と電流はどうなるか。コンデンサに電圧をかけると位相がですね2分の π 進み位相になります。なので式は im サインオメガ T プラス2分の π となります。ここでですねサイン括弧シータプラス2分の π コールコサインシータという式が成り立つ。 これは先ほどの加法定理これを使えばこういう式が成り立つとすぐにわかりますではこの式を用いるとこの式はどう変形されるかというとイイココール IM コサインオメガ T となります。この式変形はですね覚えておくといいですなぜかというとですねこの逆パターンの変形の仕方ですねマイナスコサインシータは3シータマイナス2分のパイ、コサインシータは3シータプラス2分のパイ、 という変形ができるとこれ電源の問題によってはですねたまにですねこの式変形をつかないとちょっと難しい問題出てたりしますのでこれ覚えておいた方がいいですではこのコイルコンデンサに電圧かけた場合の電流のグラフをですね書いてみようと思いますはい、この赤線は電圧ですではコイルの場合から考えていきますと電流はどうなるかというとこの青線を電流と考えて欲しいんですけども電圧よりも2分のパイ遅れいそうですので 遅れるとということはここです、ね、右側プラス側に2分の π ずらします。これねマイナス2分の π って書いてあるからなんとなくですねマイナス側左側にずらしたくなりそうなんですけどもあの左じゃないのでそこ注意してください。ね、でこのグラフというのはマイナス i m c o s ガ t という式でもこのようなグラフに変形できるということになります。ではコンデンサの場合はどうなるかというと。 電圧よりも2分のパイ進みそうです進みそうということはこっち左側ですねマイナス側に移動させますねこれも勘違いしないようにしてくださいこっちでですねプラス2分のパイて書いてあるからなんとなくねプラス側に移動させたい気持ちあるんですけども逆ですのでマイナス側ですはいでこのグラフというのは im コサインオメガ t のグラフでもあるということができます ということで今日はですね、瞬時値について学習してきましたこれらのですね、公式覚えるのも大事なんですけどもグラフにした時にですね、どのような状態になるかというのをですね、正確に捉えることも非常に大切ですなので公式丸暗記だけではなくグラフでどう表せるかそこまでできるようになってほしいと思います、ね、特にですね、その位相、遅れとか隅で グラフをどちらにずらすのかというのはですね、逆にしないようにですね、そこ十分注意してください。はいでは今日の勉強は以上で終わりますありがとうございました